現在航空自衛隊で運用している F2 戦闘機においては2000年から運用が開始されて現在94機が現役ではあるんだけど、それから20年以上が経過し老朽化が進んだことによって2035年から退役が開始される予定となっているね。防衛省ではその後継機種となる戦闘機として次期戦闘機の開発を進めることが決定されたな。そうだね。さて今回は航空自衛隊の F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機の開発状況と今後の展望について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。当初次期戦闘機の開発に関しては日本の防衛装備品に関連する企業が主導する純国産戦闘機というコンセプトで進められていたのであるが、2018年12月18日に30大工と31中規模が策定された際に、31中規模においては将来戦闘機については F2 戦闘機が退役する時期までに、将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得すると記され、そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手するとの文言が明記され、次期戦闘機の開発については純国産による開発というコンセプトから国際協力による開発にスイッチする可能性が盛り込まれ、日本主導での後継機開発を進めることが決定され、2020年の夏頃までに後継機の要求性能や協力国が決定され、2021年度から開発に着手し、以後2030年度までに初飛行を実施して2035年度末2036年3月末に部隊配備して運用開始を目指すとされたよ。そして、2020年度防衛予算で初めて次期戦闘機の開発予算が計上され、2019年12月に公表された我が国の防衛と予算令和2年度予算の概要案からは、それまで F3、I3 ファイター、将来戦闘機などとされていた呼称が改められて現在の次期戦闘機の名で呼ばれるようになったな。その後2020年10月には、次期戦闘機開発においては三菱重工業が開発主体として選定されて正式に契約が結ばれ、その他には三菱電機 IHI 川崎重工業スバル東芝富士通日本電機 NEC の7社が参画することとなり、この共同設計においては三菱重工業が統括する立場で進められ、エンジン開発を IHI、機体開発をスバルと川崎重工業が担当し、アビオニクス関係では三菱電機が電子戦装備を制御するミッションシステムを担当して、東芝富士通日本電機 NEC がレーダーを含む電子機器を担当することが決定され、そのための開発チームは総勢200人を超える体制とされ、愛知県豊山町にある三菱重工業小牧南工場を拠点として活動が開始されたんだ。31中規模で明記された海外の協力企業については、2020年末までに選定するとしてアメリカかイギリスの軍事企業、もしくは両国どちらも同時進行での技術連携が検討されていて、具体的な提携先としてアメリカからはロッキード・マーチンとボーイングが、イギリスでは BAE システムズという3社に絞り込まれたね。この2020年12月の時点においては、防衛省では三菱重工主体の次期戦闘機技術開発を支援する海外企業としては、ロッキード・マーチンを選定する方向性で調整に入ったとする報道もあって、同社が協力企業として最有力とみなされていたみたい。ロッキード・マーチンは第5世代ステルス戦闘機である F22 ラプターや、日本でも航空自衛隊に導入している F35 ライトニング2の開発メーカーであり、第6世代とされる次期戦闘機開発に必要な技術とノウハウを兼ね備えていることから技術提携先として最適と見られていたからな。しかし、ロッキード・マーチンとはかつて、F2 戦闘機の開発において同社製の F16 ファイティングファルコンをベースに開発した際に、アビオニクスなどのシステム技術の革新的な情報を提供してもらえずブラックボックス化されてしまい、F2 戦闘機導入後の近代化改修に支障をきたすだけでなく余計な費用が発生したことなどから、同じ鉄を踏むのではないかとの懸念が指摘されていたぜ。それと比較するとイギリスの軍事産業とは以前からエンジン分野では IHI がロールスロイスと開発や、
製造において提携していて協力体制が確立されているほか、レーダー分野でも東芝などがイギリス企業と提携するなど、良好な関係にあったな。それらのことを受けて2022年5月には日本政府関係者が、従来のロッキード・マーティンの協力を得るとする方針を大きく転換し、開発支援企業をロッキード・マーティンからイギリスの BAE システムズに変更する意向を明らかにしたってわけだね。その背景として、アメリカ軍では次期戦闘機計画が現時点ではほとんど進められていないため、ロッキード・マーティンが次期戦闘機との連携構築に乗り気ではないことに加え、BAE システムズが第6世代戦闘機テンペストの開発を進めていて、収益時期などが次期戦闘機と重なる上に、ミサイルなどの装備品の面でもイギリスとの共同開発案件が複数進行していたことが挙げられているよ。そして2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国首脳が次期戦闘機の共同開発協力に関して、グローバル戦闘航空プログラム GCAP グローバルコンバットエアープログラムに関する、共同首脳声明が発表されて2035年までに次世代戦闘機を国際共同開発することとなったぜ。この3カ国共同開発について、防衛装備庁における次期戦闘機プロジェクトを統括するポストに就く事業管理官である的場隆正氏が、開発の進捗状況や計画における日本の立ち位置などについて次のように述べているよ。的場氏によると、3カ国の共同開発プログラムは現時点ではまだコンセプトを設計している段階だとしていて、それが完了次第次期戦闘機のデザインを確定させる基本設計に取り掛かり、その後に製造工程までをも含めた詳細設計に入っていくというんだ。こうした設計作業をこの先5年ほどかけて実施していきながら2035年には開発が完了するように、試作機の製造や地上試験及び飛行試験などのスケジュールを変えていくとしているね。その作業のため3カ国の技術者はほぼ毎日、ビデオ会議を実施しているとした上で、時差による会議時間設定の難しさや、言葉の違いから意思疎通に苦労することが多いとも語っているが、日々の協議によって次第にチームとしての一体感が感じられるようになっているというぜ。的場氏は次期戦闘機の設計作業については2024年に山場を迎えるとしていて、機体の前胴、中胴、主翼、後ろ胴、さらには各種のセンサーやレーダーにエンジンなど、どの国のどの企業が担当するのか、どの国も自国の防衛産業を重視していることから駆け引きが続いているとして、各国とも自国の事情によって戦闘機の改修アップグレードをしたいために、自国で抑えておきたい技術があり、その交渉が続けられているとしているんだ。これは日本にとっても非常に重要なポイントであり、そのためにアメリカではなく3カ国共同開発を選んだ以上、情報は最低限にしておきたいところだが、これについて的場は機体構造の軽量化、エンジン、レーダーの3点が、日本が譲れないポイントであるとしたな。機体構造の軽量化は、三菱重工業が2014年から研究を続けてきた技術で、炭素繊維などを用いた複合材を接着することにより、金属製のボルトの使用を大幅に削減することに成功し、機体の重量を抑えることが可能だぜ。またエンジンは IHI が2018年に水力15トン級というハイパワーの XF91 の開発に成功して、プロトタイプを防衛装備庁に納入済みで、国産エンジンの開発は日本の悲願であり、やはり譲ることができないとしているらしい。そしてレーダーは F2 戦闘機の開発時点から日本の技術が優れたことから大きな強みであるとして、これらの技術を次期戦闘機においてさらに発展させ、日本の防衛産業を強化したいと述べているね。また、的場氏はアメリカとの関係については問題ないとしていて、アメリカが次世代戦闘機の開発に目を向けていないことが幸いしたと述べたぜ。そして、次期戦闘機の開発にはこの先大きなコストがかかることが予想されるとして、完成後には第三国へ輸出することによるコストダウンが重要であるとしながらも、防衛装備移転三原則の運用によっていたずらに技術の海外移転を拡大すべきではないとも述べて、政府においては議論や説明が求められていることを示唆したみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。